2周年8月10日月曜日、せんちゃんてんちゃんひなたぼっこで、まあ、日中はもう最近はずっとあんな感じで外にいます。でね、もう自分たちでご飯食べられるようになったので、餌とお水を入れてあります。ダメだよ、入ってきちゃう。カラスたちの近くにハトが行って、なんか観察してました、ハトたちが。まあ、あの子たちがちょっと、撒き散らした餌をもらえたらなって感じで見に行ったんでしょ？ね。暑いからね、こんなに暑いとね、なかなかご飯も。何食べてるの？君たち。お腹すいた？はい、というわけで、もうすっかり心配していたてんちゃんなんですけども、食の細いてんちゃんね、もう自分でバクバクご飯食べられるの で、しかも普通に飛べますから、もう全く問題なく、もしかしたらもうジュラと一緒にね飛び立てるかもしれないですね。てんちゃんの方はね、あの子はちょっと元気はいっぱいなんだけど、片方の翼を固定してるのに、もう片方だけで高いところまでジャンプでピョーンと、で側面にへばりついてたりするので、あの子もちょっと大変ですね。はい、というわけで今日は8月10日ね、ハトの日ということで、今日はドバトのねトッピーくんを保護した記念日になります。はい、トッピーくん、トッピーくんはひなでね、駐車場に捨てられてたのね、うちの前の駐車場の隅っこ、生け垣のところに。なんかヒーヒーって声が、なんか最初、犬かなんかが車の中に置き去りにされて、ヒーヒー鳴いてるのかと思ったんですけど、見に行ったら、トッピーくんだったのね、アリンコがたかっちゃっててね。どうやら隣にリゾートマンションがあるので、まあ帰省に合わせてベランダを掃除して、その時にどうやら捨てたみたいですね。違法なんですけどね、勝手に巣を撤去してヒナを捨てるっていうのはね、動物愛護法で禁止されております。なのでトッピーとハッピー、まあ、ハトの日に保護したので8月10日で、ピーピー鳴いてるからハトのハーでハッピーと、ハトのトーでトッピーくんで、ハッピーは巣立って、トッピーはね戻ってきちゃったのね。でここその尾がすごい腫れちゃってて、なのでトッピーもちょっと免疫が低かったのかもね。でしばらく投薬をして、もうダメかなと思ったんだけど復活しました。で今でも年にね2回やっぱ飼うの時期かな、梅雨時とか、なんかね自分自ら、もう最初はちょっとびっくりしたんですけど、最近はそういえば毎年そうだなっていうことで、なんとねファスティングするんですね、トッピーくん。すごいね。私も1年に2回はプチ断食ってねしてるんですけども、トッピーもねなん
全く餌を食べなくなる時があって、で最初はもうすごい心配してたんですけど、何日かするともう普通にケロッとしてて、で今年もまたなったので、これもしかしてと思ったら、やっぱり同じように数日でもうケロッと、何日かだけなんか断食して、なんかリセットするんでしょうね。賢いね、トッピーね。まあ年に2回は断食ね、もう完全の断食じゃなくてもプチ断食ぐらいしておくと、なんか体のなんか余計なものとかがね、そぎ落とされるのがいいなっていう話も出てますので、トッピーすごいね、セレブみたいだね。それを本能的にやってるっていうのがまたすごいね、君は。というわけで、もう私もね、年に2回父ちゃんがね、アメリカに1週間出張で行くので、その時にもう一切家事しないっていうことで、もう私その時に私も断食するんですね。作んなくていいし、片付けなくていいし、もう最高な感じで体も軽くなるし、でそういうのを1年に2回やってたんですけども、プチ断食習慣ね。コロナ騒動で今ね、父ちゃんがずっといるので断食もできないしね、まあ忙しかったのもありますからね。ね、トッピーくん。まあ、そんなこんなで、このコロナ騒動でね、ちょっといつもと違うような過ごし方になってしまってる方も多いと思うんですけども、まあ、現代人はね、いろいろ摂取しすぎなので、摂取しすぎなんだけど栄養不足というわけのわからない状態に陥ってますので、たまにはね、ペロン、トッピー綺麗、トッピー綺麗。まあたまにはちょっと食べない日を作ってみるのもいいのではないでしょうか。の鳩の日なのにね、断食の話になっちゃったね、トッピーくん。すごいよね、鳩の日に鳩を2羽拾うっていうのがね。ね。というわけで、世の中はお盆休みとかで連休な人も多いのかな。そしたら生ライブでもやりますか、トッピーくん。今日鳩の日だから、鳩の日生ライブやる夜。予告しちゃってね、ちょっとできないとあれなんですけども。やろうか。鳩特集。鳩の日生ライブ。ね。よし。じゃあ予告。というわけで、今夜、何時かはちょっとあれなんですけど、突然鳩の日記念生ライブやっちゃいます。ではでは、またね。